めっちゃ寝てた。めっちゃ寝てました。ありがとうございます。早速に来ていただいて。かゆい手が。焦ったー。ごめんなさい。おはよう。お、ありがとう。ハッピーバースデーの風船。そう、 X でねめっちゃみんな盛り上げてくれて、寝坊っていう、寝坊かな、うん、寝坊ですね。8時半にねチャットを送って、でアラームもかけてたんですけど、なんか眠くて10分だけ寝ようって思ったら寝ちゃった。40分ぐらい寝ちゃった。10時15分までにします。1時間だけにします。この枠、今日はねあれがあります。特別配信があるので皆さん見てください。おはよう。そう、特別配信がねあるんです、7時半から。なんだって、ね、超眠くない？え、それなんでまだ見切れてなくて、お祝いポスト、そう、ありがとうございます。たくさん投稿していただいて、今からねじっくりと見らせていただくので、まあ、ちょっとねえ嬉しいことを言ってくれるね、ありがとう。ちょっとね準備をしたくて、今日はねなんと4期生で初の、え、ありがとう、ケーキ嬉しい、4期生楽曲を初披露させていただきますのでお見逃しなく。4期生楽曲ですよ皆さん、めっちゃ待ったんじゃないんでしょうか。ありがとう、でも楽しみね、多分アーカイブとかでねあると思う。だって YouTube で放送あるんやろ。じゃあアーカイブある、ありそうじゃない、分からへんけど。歌割りの答え合わせ、うん、してください。振り付けもめっちゃ可愛いし、歌も超可愛いし、なんかねやっぱラジオだけの音源でさ聞くってさ、なんかなんて言うんやろ、やっぱ歌だけでも十分楽しいかもしれんけど、やっぱり実際パフォーマンスした方が楽しさ伝わると思うから、そう見てほしいです。ありがとう、嬉しい。あ、花火ありがとうございます。嘘、予想しなかった、局長。みんなどんな感じやと思ってた、逆に4期生楽曲気になる。ピバしてありがとうございます。あー、めっちゃ眠い今日、やばい。
でも振り入れが結構ね前にあったから、ありがとう。だからちょっと今日のリハーサルで思い出さないといけない。うん、ありがとう。え、頑張りますね。本日も頑張ります頑張ります。ありがとう。亀止めのデザイン、あのイカです。ケーキ出てくるかな。絶対出てきません絶対出てきませんよ。寂しいけど。おはようさん、おはよう。誕生日めっちゃありがとう、嬉しい。誕生日なんです今日、ももちゃん。あ、ありがとう。何これ、え、かわいい。ありがとう、ハートとリボン。めっちゃ眠い。なんか全然頭が回らないんですけど、ごめんなさい。せっかくみんな早起きしてくれたのに。あ、昨日言ってたニキビってこのことです。昨日はメイクしてたからコンシーラーで隠してたけど、今すっぴんなので隠れてません。なんでイカなん？かわいいから。あとこのイカ好きやから。なんかさ、メイクしようかなって思ったんやけど、ちょっとねできなかったそう、イベントに参加してるからさ、なんかメイクした方が絶対いいと思うし、しようって思ってんけど、今日の特別配信でメイクの時間もあるから、ちょっとねその時間にメイクします。まあでも夜も配信するから。え、可愛くないやろ、めっちゃ嫌やもん今映してるん。顔めっちゃむくんでるし。後で私はお風呂に入ります。あとさ、9月からさ、あのジェラピケでコラボするんですけど、ミッフィーと。そのミッフィーの仲間たちにボリスちゃんがいて、もう本当にで全部可愛くて、パジャマがどれ買おうかめっちゃ迷ってる。なんなら今その友達がそれを買ってくれるって言ってくれてるんですけど、でもいっぱい種類があるからもう超迷ってて、どうしよう。この枠10時15分まで。ジェラピケ好きなの？え、ジェラピケね、前まで、あのね、お仕事じゃなくて、あの就職っていうか働いてる時、今も働いてるじゃ働いてるんですけど、地元で働いてる時はねジェラピケ着てました。
スヌーピー持ってる。え、かわいい。え、でもミッフィーシリーズがめっちゃ欲しくて、でもねめっちゃ迷うんです。ほんまに全部可愛くて、なんかボリスに変装できるパジャマもあるし、ここにボーンって書いたボリスのやつもあるし、どうしようかな。めっちゃ迷ってる。あとカーディガンもあって、カーディガンちょっと欲しいんやけど、やっぱパジャマの方が第一優先やから、パジャマどっちにしようかなってめっちゃ迷ってる。なあ、ミッフィーのやつほんまに可愛いんです。ほんまに欲しい。いや、どっちもは買いませんよ。そう、カーディガンね。しかもなんて言うんやろ、部屋の中で羽織れるモコモコカーディガンやから、配信でも絶対可愛いと思う。そうだから欲しくて、めっちゃだからめっちゃ悩んでます今。そう、クマがボリスなんですよ。超可愛いです。調べてみてください。星ありがとね。今日はレッスンあるの？あります。そう、あるからちょっとね、お昼は配信できないんですよ。でもね、ちょっとお願いしようかなって思ってるんですけどね。時間があったら配信したらダメですかって言いたくて。あ、確かにスタコレ、スタコレまだなんですか。あ、そう、9月3日からなんですよ。だから店舗に行って並ぼうと思ってます。そう、私なんか これでは使わないんですけど、なんかおむつを入れる大きいポーチ持ってて、それもめっちゃ欲しいね、欲しいんですよ。メイク用品とかめっちゃ入れたくて、そこに。まあでもちょっと高いんで買わないんですけど。おはよう。ね、なんで違う、メイク用品を入れるやつですよ。めっちゃ可愛いんです。あ、確かにスタコレ見てみますね。まだなんかな。親ポスト、あ、頑張ってね、お仕事応援してますよ。おはよう。確かに、あ、12時からか。そっかそっか、決まってんねよ。うん、まだっぽいの、まだっぽいから。ボイスはちょっと、ふざけてんのって思われるかもしれないけど、ふざけてないから。だからぜひスタコレでももちゃんのパックを引いてみてください。なんか、ふざけてんのこのボイスって思うかもしれないけど、ふざけてないので。なんかいつも通りのももかだなって思ってください。ボイスは誕生日バージョン、うん、誕生日バージョンです。あれ、でもどんなボイス撮ったっけ。なんかね、ちょっとね、笑いながら撮ったオファーしかない。あ、そうなんです。ナギがね、くれて、今 LINE のアイコンにしてるんです。1日限定で。うん、改めてお誕生日おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、
お祝いしてくれてありがとう。ございます、嬉しい、タワーありがとね。またあのお礼配信するから、その時絶対来てくださいね。あのちゃんとお礼をびっしり書きますので、ありがとね拓造さん。おはようみんな、嬉しいね。そっくりよな、めっちゃ可愛くて、なんかしかもさ、あ、ぴゅんちゃんありがとう花火。なんかね、一番ももくが好きなのが、そこのハートにさ抱きついてる時にさ、ほっぺたがってなってるんです。で、私ってほんまにほっぺたがなんか NGT の中で一番もちもちなんですね。なんかそれを再現してくれてるのが、あ、さすがなぎやなって思いました。そう、あ、フレッシュみおりんさんありがとう、ケーキありがとうね。そうこうやって、そうめっちゃなんか特徴を捉えてるっていうか、なんかうん、ももかやなって思ったそうめっちゃ嬉しい、そう嬉しすぎて即 LINE アイコンです。なんかさ、なんかね、ちょっと自分的にはなんかそういうお祝いの、自分でさお祝いの画像をアイコンにするのどうなんかなって思ったんです、思ったんですけど、もうどうしても可愛すぎて、いやこれはももかはアイコンにしたいって思って、いやそうやったら1日だけ限定にアイコンしたらいいんやと思って、1日だけ限定で、はい、やります。それまたお疲れさん、あ、ありがとうね。そうそう、ハピもすごい、そうなん、じゃあモンカとどっちがすごいんでしょうか。前ミミューさんに写真を二人で撮るときにほっぺをくっつけただけで、えってびっくりされた待ってって、はいって言ったらびっくりした。さっきサホが配信で早くももちゃんに会いたいって言ってたよ。サホ嬉しい、サホちゃんそんなこと言っちゃって。でもサホにね、なんかね LINE してもね既読つかないよ、多分寝てます。サホちゃん、サホちゃん起きて、サホちゃん起きて、それか何かね家事をしてる、してます。誕生日めっちゃありがとう、おはようおはよう。寝たふり寝たふりせんとってよサホ、ももか寂しい。サホちゃん、そうサホがねめっちゃショック受けてて、なんか絶対1番が良かったのにって言ってなんか2番目だったけど、でも私がももちゃんのことを一番好きだから、もう本当にそれはって言って、ありがとうって言って分かったありがとうって言ってそうめっちゃショック受けてた。あ、そっか、サホ学校か、そうや絶対そうや、だから既読つかへんのや。納得した、頑張ってサホ。そっか、なんか同い年のイメージがあるんですよねサホって。なんかサホって学生じゃないと思い込んじゃうんですよいつも。絶対そうだ、学校だ、頑張れ、だから既読つかないのね。
月曜日学校始まったらしい。サホー偉いよ、よしよし、私なんてさっき起きちゃったのに。サホー見習うね。眠たい。おはよう。めっちゃ眠い今日。あとアフロありがとう。確かに学校やったら体勢とリアクション気になる。どうなんだよ、ももかもさ学生時代にやっぱアイドルしたかったなってめっちゃ思う。誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい、ありがとう。なんか誕生日ってこんなに祝われるんやって思いますね。そうなんです、歌割りがね。みんなはどこやと思ってんの。みんなはアイスレモネード、私のパートどこやと思ってる、わかんないかな。みんなね「ヘイ」って言うんですけど「ヘイ」だけじゃないよ。「ヘイ」だけじゃありませんよ、寂しすぎる。そんな、確かに「ヘイ」ももかの声めっちゃ聞こえるけど、ももかも初めて音源聞いた時「ヘイ」が自分の声しすぎて何事かと思ったけど、ヘイはねみんな言ってるんですよ、ももかだけじゃない、みんな言ってる。そうヘイだけね、なんかもうあももかが聞こえるなってなりますね。今車レモネード聞いてる。おお、あそっか、フラゲひたし今日発売日やからもう聞けるんか。配信もされてる？もう聞けるんですか？ Spotify とかで。ちょっと待って、めっちゃ聞きたい。ちょ一旦ミュートするな。やばい、すごい、やばい、聞けんだけど、すごい感動。
アイスレモネー。ヘイヘイヘイ。僕たちは、え、すごい感動。え、すごい。セミの鳴き声。絶対。え、すごい。初めてさ。やばい、これは送ります。4期のみんなにサブスクっていうの聞けるよって。伝わらなくても、いいね。あ、2番も聞ける。あ、でもこれ分かりますよ、私の声ほんまに分かりやすい。え、わかるわかる。え、すごい、超感動してる今。なんといつも使ってる音楽アプリでいけるとは。ありがとう誕生日。あー、でもやっぱ分からへんか、分からへんか、難しいかこれ。私はパート分かってるから耳を寄せちゃうんですかね。うん、ハートありがとう。リクパパさんありがとう。ケーキ嬉しい、ありがとうね。食べます。いつでもずっと恋とは季節外れのレモネ。いや、ヘイがももかなよな。なんかヘイがももかの声しか聞こえへん。おー、感動。え、すごい、聞けるようになってますね。なってますね、なってた。えー、感動。いや、もうヘイがね、ちゃんももの声なんですよ。ありがとう誕生日、ありがとう。ありがとうプレゼント、嬉しい月、ありがとう。
そう、いやすごいですね、なんか普段聴いてる音楽アプリに入ってるとは。そっか、もう発売日ですもんね、私の誕生日が。えすごっ、なんかね、1年前の私たち、1年前に加入してさ、多分今日帰ってきてるんですよ兵庫に、1年前の自分、最終審査から夜行バスで帰ってきたから。そうだからね、音楽もらえる、音楽っていうか楽曲もらえると思ってなかったよね、1年前の私は。歌わり分からん、でもね、よく耳澄ましてみ、あ、なんか気張ってる気張ってるっていうか、なんか大きい声で歌ってる子がいます。なんかね、耳を澄ましたら、あ、もう絶対これってなると思う。まあ、あと桃花の趣味は誰でしょうねって話ですね。おはよう。自分まだまだ、そんなことないで、桃花がね、あのね、聞き取りにくい声してるだけなんですやっぱヘイしか聞こえないいやそうなんよな、ほんまにヘイが超桃花すぎてね、聞こえちゃうよな、なんかそこに意識しちゃったら。おはよう。今日お昼に配信一回したいな、30分だけでも。できへんかな。なんか、今日聞いて飛んできました。声が小さく。いやでもね、意外と歌わりも耳澄ましたら結構大きな声で歌ってます。今日4時ぐらいに配信できひんかな、劇場で。ももちゃんの件行く予定なかった、9月14日行くことにしました、お示ししました。え、ありがとう、めっちゃ嬉しい。前さ、カメラロール整理してたらなんかふと気づいたことがあるから、そのお話もさせてください。おはよう、お誕生日おめでとう、ありがとう。仕事行ってくるね、夜配信楽しみしてる。え、行ってらっしゃい、頑張ってね、お仕事応援してますね、ももか頑張れ。リハーサル大丈夫？え、どういうこと？眠くないってこと？眠いよ、リハーサル。あ、そういうことか。リハーサルはね、時間が決まってるから、そのリハーサルじゃない時間に配信できへんかなって思ったり。だからね、30分ワンチャン、もしできたらなんか3時から5時あたりに30分だけ配信したいなと思ってる。15分でもいい。だからちょっとね、それはスタッフさんに聞いてみますね。でもダメですって言われたら、いつも通り10時から10時半か、じゃあ10時からか、10時からしますね。そう、でもお願いはしてみる。すいません、みんなが頑張ってくれてて無駄にしたくないので、やらせてくれませんかって言ってみるおはよう でも私、撮影とかで秋服とか冬服めっちゃ着てみたくて、なんか私めっちゃ冬服が大好きで、なんかね、結構オーバーに着る感じで、なんかダボってした感じで、なんて言うんやろ、見せたくて、そう、それそういう服装が超好きなんです。なんて言ったらいいや、例えばなんか私は普段 S とか M とか着るんですけど、冬服になったら XL とか置きたいみたいな感じ。作ったうちは見せに行くの、やった、見る見る。そう、ダボってした服が好きで、冬は。
これからいっぱい経験してほしい。優しい経験するわ。ありがとう。そうよな、みんな今からお仕事よな絶対に。お疲れ様。なんかは今から配信を切ったらお風呂に入ります。そして時間が経って時間が経って配信の準備をします。配信機もしません。しません。おはよう。あ、バラありがとう。お風呂入れてる。え、それな。やばい、めっちゃ眠たい。どうしようどうしよう。眠たい眠たい眠たい。準備しなきゃ、準備しないといけないってのは分かってるんですけど、眠たすぎるんですよ。分かりますか？なんでこんな眠たいんだろう。あとお部屋の掃除しないと汚すぎる。なんで切れてない？切れてないよ。部屋が汚い。掃除して、ね、掃除して掃除してください。何時寝たの？え、なんかね、あのあとお風呂入って3時ぐらい。手伝いましょうか。はい、住所教えてくれします。どこどこのどこどこの、おはよう。時給いくらですか？出ません。エゴサしよう。なんかこんなにさ、話題になった、話題になったっていうか、こんなに X ってどうやって見んの？奥村ももか。そう、ももちゃんはまだなんです。おはよう。
わ、みんながめっちゃ投稿してくれてる、ありがとうございます。え、すごい嬉しい、ありがとうね。もうエゴサ大好き、エゴサ大好きな私からしたらね、もうこなんか引っ張るたびにいっぱい出てくる、わかる、この更新するたびに出てくるのがすごく嬉しい。更新するたびに新しいものが投稿されていく。おはよう。エゴサ職人、え、そうですよ、私特技エゴサです。趣味か、エゴサ。ごちゃ終わりとか特にめっちゃエゴサしてる、バーって。そう、マリナさんもねエゴサよくするって聞きます。おはよう。花火ありがとう。おはよう。眠いね、朝から配信できてよかったです。わあ、すごい、なんかめっちゃ差つけ、差が、ありがとうございます。ハッピーバースデーありがとうね、嬉しい。またみんないつでもももちゃんに会いに来てくださいいつでも来てね、待ってます。どうしよう、話すことがなくなっちゃったあ、ありがとう、テンションおかしい。今日の朝ごはんはね、まだ食べてないけど、今めっちゃ企んでるのが、オンライン申し込みした。え、嘘、え、めっちゃ嬉しい、楽しみにしてるな。今めっちゃ考えてるのがパン、なんかねカレーパン食べたい、めっちゃ今の口わかる、なんかカレーパン食べたい時ない、超今カレーパン食べたい。
あとサンドイッチも食べたい。なんか今おにぎりの気分じゃないんです、カレーパンの気分。ありがとう。え、セブンイレブンのカレーパン食べたことないんですよ。美味しいんですか？美味しいか、それ焼きたてやもんな。無理せんといて。え、してへんよ。ありがとう、嬉しい。多分日本一。え、マジ？そんな美味しいんや。じゃあ食べに行くわな。食べに行くわってか買うわな。え、みんな食べてるやん、すご。ちょっと部屋の掃除マジでしよう。こんにちは。あ、そうよな、なんかももかの配信見てくださってる方すごい、ももかと同じ誕生日の方が多くて、おめでとう。ももかと一緒にいい1年にしましょうね。おはよう、お誕生日ありがとう。記録推しですね、ありがとうございます。ハラシンのカレーパン、おお、でもハラシン、あ、ハラシン行ったことあるわ、3回ぐらいある。確かに。でもさ、もうかね、なんか結構あるあるか分からへんけど、なんかね、気まずくてじっくり見れないんです、レジ横のなんか売り物。なんかアメリカンドッグとか肉まんとか売ってたらいつも見れないんです、恥ずかしくて。店員さんがなんか待ってるのを見て、って見れなくて、前こうやって見てたら、なんかお決まりですかって言われちゃって、決まってないねんけど、あー、ピザマンでって言いました。そう、めっちゃわかる。そうそうよな、なんかね、じっくり考えれないんですよ。そうし、店員さんがめちゃめちゃ増えて、あー、どうしよう、ちょっと待ってくださいとか言えなくて、ピザマンでとか言って。自炊って何割くらいするの？え、全然してないんです、やばいよな。でも来年はしたいなって思う。22歳はコンビニおでん買えますか？コンビニおでん買ったことないです。あ、でも1回あるかも。おすすめあると聞いてみる。えー、そんな聞けないですよ。エマスター、ありがとう。なんか聞けへん。え、増やそうかな。えー、いっぱい話そうね、ありがとう。そうだから、来年と今年じゃしないんだ。今年はしない、来年こそはします。でもマジでいつも悩んでる。え、どうしましょう。で、だいたいね、唐揚げ棒かピザマンですね。こんにちは。え、清和さん、ありがとう。ケーキ食べるわな、嬉しい、ありがとう。こんにちは。あと10分で配信切っちゃう。13分になったら誕生日見ますね。ごめんね、みんなこんな朝早くから早起きさせてしまって。今日の7時半からも、7時半で合ってるやんな、配信があるので、よかったら見てください。アイドル成り立てほやほや、間違えた、間違えました。21歳成り立てほやほやのアイドルのももちゃんが見れるので。
夜明けが怖かった。でもかそろそろスタッフさんにマリナさんの生誕祭に出たいんですけど出れる条件って何ですかってのを聞こうと思ってる。どうしても出たすぎて聞こうかなって思ってる。絶対に出たい。そう出れる条件多分ね、そんなのね、え、もしかしてないよって言われるかもしれないけど、でもきっとあるはず。そう伝えよう。でも伝えたところでね決めれないからね、メンバーは。しかも私のそのダンス次第だから。そう、ももちゃんが出たいって言ってましたってもし言ってくれたとしても、いやダンスができてないからって言われちゃったらそこまでだから、ちょっとね聞いてきます。君とばったりと出会ったね、街外れの爪つりの夜。聞いてみてそれに向けて努力すればなんとかなんとなるかも。いや努力はもうしてます。確かにそうなんやな。だって、でもまだ時間があるからまだ頑張る。でももう無理ってなったらもう、ああ来年頑張ろうってなりますね。こんにちは。めっちゃメールで奥村様お誕生日おめでとうございますって来る。だからあのサイトとかね、サイトに登録してるからメールがめっちゃ来る。奥村様お誕生日おめでとうございますってめっちゃ来る。ありがとうございます。できればホットペッパービューティーさんからお誕生日おめでとうございますって来てほしいですね。髪の毛切るのに3000円オフクーポンとか来たら嬉しいんですけどね。はい、欲を言うと誕生日おめでとうありがとう。中村様ありがとうございます。あ、明日はなんとスカイキャッスルのドラマですね。嬉しい。みんな見てますか、スカイキャッスルっていうドラマ。めっちゃ面白いんですよね。見てください。
もうめっちゃ面白い。もう続きが見たすぎてね。明日の生誕祭カラオケ配信、そうだよ。楽しみ。みんな何の歌が入ってると思う？各グロップごブロックごとに分けてるから楽しみにしてて。多分ね、後半はエモいってなる人はいるかもね。そう、ママ同士、あ、そうなんです。やばい、眠たくなっちゃった。やばい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 。団長読みますね。やばい、眠たくなってきた。耐えろ、あと3分なんだ。ももか、寝るな。今からお風呂に入るんでしょ。眠い、眠いけど寝れない。いや寝れないの。では壇上見ます。13位、ドスドス担当のザラシクジランさん、ありがとうございます。12位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。11位、ふわふわさん、ありがとうございます。10位、てつやさん、ありがとうございます。9位、いちださん、ありがとうございます。8位、きよかずさん、ありがとうございます。7位、ぴょんぴょこぴょんのぴょんちゃん、ありがとうございます。6位、れわのひじかたさん、ありがとうございます。5位、でだぺんぺんさん、ありがとうございます。4位、フレッシュみおりんさん、ありがとうございます。3位、りくぱぱさん、ありがとうございます。2位、ツッキーさん、ありがとうございます。ツッキー。1位、たくぞうさん、ありがとうございます。たくぞうっちタワー、リガタワーでした。花火打ち上げてくれてありがとう。はい、ということで皆さん本日もお疲れ様。あ、待って、違う、本日もお疲れ様って、なんか今日一日終わるみたいな感じなのですが、本日も一日頑張りましょう。おお、ということで私は今からお風呂に入って、7時半から NGT48 の特別配信がありますので、皆さん心して見ててください。別に心して見なくてもいいんですけど、はい、心してみてください。ということで皆さん、さようなら、また夜会いましょう。配信もし夕方できたらするんですけど、できなかったらごめんなさい。ということでバイバーイ。今日も一日頑張ろうね。いってらっしゃい、行ってきます。お風呂入ります。